最近は YouTube にもいろんな芸能人の人が参入してきてるよね。確かにな、アイドルや俳優、歌手や格闘家、果てには政治家まで動画に登場する時代になってるからな。時代って感じだよね。まさに大 YouTube 時代。まさにその通りだね。自分の好きなことをしてお金を稼ぐって魅力的だもん。とはいえ、数が多すぎる上に芸能人まで参入してきているから、新人 YouTuber には辛いだろうぜ。VTuber って言うてもあるけど、あっちも飽和状態だからね。考えたんだけど、僕たちも VTuber って言えるのかな？お前みたいな感のいいガキが嫌いだぜ。は珍しくアニメネタだね。いいね、もっとやろ。まあまあ、そろそろ本題に移ろうよ。今回は多国籍合同軍事演習タリスマンセイバー21を筆頭に行われている、各国の中国を想定した出来事を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年9月に突如として、フランスからのシフラン級潜水艦を通常動力型へ変更しアタック級として調達する計画を破棄し、アメリカもしくはイギリスからの技術供与を得ての原子力潜水艦保有に舵を切ったオーストラリア。この動きは2021年の3月時点から対地攻撃能力を備えた潜水艦を急いで、入手したいと考えたオーストラリア側の打診から極秘に進められ、アメリカとイギリスの思惑とも合致して異例の急展開を見せたと言えるね。そうしたオーストラリア、アメリカ、イギリスの同声を目の当たりにすると、同年7月にオーストラリアで行われた複数国間の合同軍事演習タスマリンセイバー21にも、この3カ国の強固な意志を感じずにはいられないな。そうだね。今回のタスマリンセイバー21は海軍としては、オーストラリア海軍、アメリカ海軍、海上自衛隊に加えてオブザーブ参加としてカナダ海軍、韓国海軍らの艦艇も複数参加しており、上陸作戦の合同軍事演習を支援したとのことだよ。本演習のメインとも目される上陸部隊には、オーストラリア陸軍、アメリカ海兵隊、イギリス海兵隊、そして日本の陸上自衛隊からは水陸機動団が参加していて、島嶼部への上陸を行う水陸両用演習が敢行されているんだって。もともとタスマリンセイバー演習は前回まではオーストラリア、アメリカ、日本の3カ国が集え合同軍事演習であったんだが、海洋進出を強める中国に対する懸念からこれを牽制する意図で3カ国が評価したと考えられるぜ。YouTube 上に公開されている今回のタスマリンセイバー21の動画の映像には、オーストラリアの小型の上陸用船艇に乗り込んで行動する水陸機動団の隊員らの姿が記録されていて、島嶼部奪還を基とした内容だとわかるんだ。日本においては尖閣諸島や南西諸島方面へ中国軍が侵攻し、それらの島々を上陸占拠された場合にその奪還をすることを想定して、これに対処する部隊として陸上自衛隊内に水陸機動団が新設されたという経緯があるよ。現在の水陸機動団は長崎県の佐世保にある愛之浦駐屯地に配備され、合計2400名ほどの2個連隊規模の兵員で運用されているけど、将来的にはあと1個連隊を増強し、合計で3個連隊3000名の規模となる予定なんだって。水陸機動団は日本版のアメリカ海兵隊と形容されることが多いが、くしくも今回はその手本たるアメリカ海兵隊や、イギリス海兵隊、そしてオーストラリア陸軍との合同水陸両用演習を行ったことになるな。これらの中ではオーストラリア軍のみが陸軍の第一師団の兵員を参加させているが、水陸両用作戦への対応は極めて専門性の高い領域と考えられるため、装備編成を含めて今後は専門部隊が整備されるのかもしれないぜ。今回のタスマリンセイバー21に参加した各国海軍の主要艦艇は、オーストラリア海軍がキャンベラ級強襲揚陸艦の1番艦キャンベラ、イギリスから譲渡された米型補助揚陸艦のチョールズなどを投入しているよ。キャンベラ級強襲揚陸艦ってどんなものなの？キャンベラ級強襲揚陸艦は、満載排水量約2万8000トン、全長 230.8 メートル、全幅32メートルの艦隊で、航空輸送能力は最大で12機の中型ヘリ、また海上輸送能力は戦車1両を揚陸可能な LCM-1E 型上陸用船艇4隻を収容するものとなっているよ。このキャンベラ級強襲揚陸艦は、1番艦キャンベラが2014年、2番艦アデレードが2015年に就役しており、2021年現在航空母艦は保有していないオーストラリア海軍では最大規模の水上戦闘艦なんだ。このためアメリカのラスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦と同様に、短距離離陸垂直機着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化が取り沙汰されることも多いが、現状オーストラリアには同機の導入予定はないと言われているぜ。
ただし日本の護衛艦出雲やかがが F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な航空母艦へと改修攻撃を施していることや、その後にアメリカ海兵隊のドイツとのクロスデッキ運用が想定されていることから今後はかなる可能性もあるだろうな。オーストラリア軍事隊が F-35 ライトニング 2B 型を導入しない場合でも、甲板への耐熱工事が可能でその運用が可能となれば、アメリカ海兵隊の同期がキャンベラ級強襲揚陸艦への離発着を選択肢とするなど作戦の幅も増えると思われるよ。オーストラリア軍事隊が F-35 ライトニング 2B 型を導入しない場合でも、甲板への耐熱工事が可能でその運用が可能となれば、アメリカ海兵隊の同期がキャンベラ級強襲揚陸艦への離発着を選択肢とするなど作戦の幅も増えると思われるよ。キャンベラ級強襲揚陸艦のベースであるスペイン海軍の強襲揚陸艦フアンカルロス1世は、垂直短距離離着陸が可能な AV-8B ハリアー2を艦載機として運用しており、こちらは F-35 ライトニング 2B 型への対応も検討されているんだ。さて今回のタスマリンセイバー21に海上自衛隊が参加させた艦艇は、高波型汎用護衛艦の3番艦である巻波1隻のみであり、その艦載機たる SH-60 軽哨戒ヘリと洋上での合同軍事演習に従事しているよ。高波型汎用護衛艦巻波ってどんな護衛艦なの？高波型汎用護衛艦巻波は、基準排水量4650トン、満載排水量6300トン、全長151メートル、全幅 17.4 メートルの艦隊を持ち2004年に就役しているが、すでに後継の秋月型や旭型も就役している旧式艦ではあるんだ。巻波は今回の合同軍事演習では、水上戦闘における射撃訓練や、対潜水艦戦闘などを行ったとされていて、同艦は無論通常の汎用護衛艦であるため、陸上自衛隊の水陸機動団はオーストラリア海軍艦艇から演習に従事したのだろうね。引き換えアメリカ海軍がその規模に準じた艦艇群をタスマリンセイバー21に投入しており、アメリカ級強襲揚陸艦1番艦で佐世保を母港とするアメリカを筆頭に合計6隻もの艦艇を参加させているぜ。強襲揚陸艦アメリカ以下、サンアントニオ級ロック型輸送揚陸艦の2番艦ニューオーリンズ、ホイットニーアイランド級ロック型揚陸艦の2番艦ジャーマンタウン駆逐艦、補給艦がその内訳だな。サンアントニオ級ロック型輸送揚陸艦ニューオーリンズは、アメリカを含む2番艦までのアメリカ級強襲揚陸艦がウェルドックを廃止し、水上揚陸能力をなくしているため、この補完を目的に同様に佐世保に同時配備されているよ。このように一度は今後大規模な敵前上陸作戦の可能性は低いと踏んで、アメリカ級強襲揚陸艦2番艦トリポリまではウェルドックを廃止し、揚陸は航空機中心に行うとしたアメリカだったが、中国の台頭にこれを元に戻すことにしたんだ。よってアメリカ級強襲揚陸艦3番艦ブーゲンビルからはウェルドックを再度完備することになり、この揚陸確保のために航空機用への艦内のスペースは削減せざるを得ず、従来の運用に回帰したと見ることができるな。ただこうしたアメリカ軍の強襲揚陸艦に見る方針変更は、前年の非正規軍に向けた非対称戦から、再び主として中国軍を対象とした正規軍同士の対称戦への回帰も意味しており、軍全体の編成にも変化を及ぼすと見られるぜ。タスマリンセイバー21に先駆けて7月上旬に鹿児島県の奄美で実施された日米のオリエントシールド21や、さらに前の5月に鹿児島で行われた日米豪仏での4カ国での ARC21 合同軍事演習からも、そうした傾向は顕著に感じられるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。